日本一カンデラ好きなモデルことコチャンネルイムンだーイエーイ超ライー超ペーパーハウスコリアー今日はですねあのペーパーハウスコリアをご紹介したいなというふうに思うんですけども今日の僕の服装おかしくないですか本当はね、ペーパーハウスコリアってこういうね、赤のね、こういうこうあの、やって白のこう仮面をかぶって顔を隠すというものが、まああの、象徴ではあるんですけれどもこの仮面もないし、赤のあの、スウェットみたいなのもないし、ということで、こんな格好で今日ご紹介したいなっていうふうに思います。現在世界6カ国で第1位を獲得しましたペーパーハウスコリア世界のランキングでもですね、3位になって、アンブレラアカデミーでストレンジャーシングス、その次に今、ペーパーハウスコリアが今、全世界のランキングの中で3位を獲得しているんですけど、まあ、それぐらい今、ペーパーハウスコリアかなり人気になってて、アンブレラアカデミー、ストレンジャーシングスも、まあ、抜くんじゃないかというふうに僕的には、バズれば思っているんですけれども、イカだったりとかイギリス、そしてヨーロッパの方でも、トップ10のランキングに入ってたりとか、インド、インドネシア、タイ、日本、韓国、などなどシンガポールとかね、まあ、そこら辺で、まあ、あの1位を獲得したというふうに今ランキングでなっているんですけども、まあ、本当に世界中を騒がせているのが、まあ、ペーパーハウスコリア、まあ、第2のイカゲームと言われている作品になってます。もともとペーパーハウスっていうのはですねスペインが、現代としてあってこれシーズン1からシーズン5まであったあの本当銀行強盗のね本当に大人気だったペーパーハウスのなんですけど、まあ、それを今回韓国バージョンということでリメイクしたドラマということで話題を呼んでいるあの作品なんですけれども韓国の良さもすごい出てるしペーパーハウスくらい一言で言うともうパーフェクトなんですよ。演出、キャスト、ストーリーもう全てが海外に受ける、作品になってます。わざとキャストの人たちは鉛を入れて南朝鮮と北朝鮮の、こう統一を迎えた朝鮮半島が、舞台になっている背景なんですけれども天才策略家である、まあ、諸葛亮孔明みたいな人が、ユ・ジデさんというあのキャストさんが演じられるんですけども方を中心にこうあのいろんな有名なキャストリスグリの、ね、能力者と個性があふれる9人が集められて造幣局である金をつくね吸ってたりとかする造幣局を襲って4兆ウォンというとんでもない額の金額を盗もうというドラマにストーリーになってます。これは現在シーズン1で、1話から6話まで今配信6月の24日に、配信されたんですけれども下半期でですねシーズン2がもう6話ぐらい追加されるというふうに言われているドラマなんですね。奇想天外なキャラクター9人の、個性あふれる、コメディ感ある演技力だったりとかハラハラドキドキするようなアクションというものを、盛り込まれているドラマということで、マスクとサングラス外していいですか。暑いし喋りにくいしということで超自由に撮影させていただくんですけども、まあ、今回、目玉になってるのはまずキャストもう本当に完璧なんですね。主演のチョン・ジョンソさんといって、まあ、ザ・コールでペクさん芸術大賞の主演女優賞を取られた超人気な女優さんになってます。本当に2018年バーニングというユアインさんが主演のパクシネちゃんユアインさんが主演の映画でデビュー新人デビューされましてそこからその2年後に、ザ・コールでパクシネちゃんと、メインの主演女優をやられてそこでペクさん芸術大賞を獲得そのスターダムに乗って、ソン・ソックさんと主演のナッシング・シリアスというドラマに出てその後に、ペーパーハウス・コリアということでもう最初からもう主演級にこうバーニングで人気あってこう主演になっているもう超、演技派な女優さんになってます。そして第2の、メインキャストになります、まあ、パク・ヘスさんといって、まあ、イカゲームですよ皆さんが知っている刑務所のルールブックから始まりイカゲームで大ヒット世界中に大ヒットになった人気俳優を、まあ、キャスティングしたということで注目を集めています。そしてあと元子役で超有名なイヒョヌさんがサブメインで控えてますし、まあ、その諸葛亮孔明的な役目を果たしている、戦略家のねユ・ジデさんがリーダーになってチームを作ってるんですけど、まあ、その他とキム・シュアンさんとかね、まあ、そのいろいろな個性あふれるねキャラクターを
置いているというところが今回キャストがすごいなっていうふうに僕は思いました。そしてあとは、この賞賛で言うとキャストの、今回の役名なんですけれども、役名がまあ本当に海外受けを狙いまくり、チョン・ジョンソさん主人公と、名前がですね、東京、要はこのキャスト全員地球儀を回して、その地球儀に回してその都市をキャストの役目にしたというところが、本当に外国の方が分かりやすいようになっている映画なんじゃない、ドラマだったんじゃないかと思って、こう各テーマになるところを言うとですね、エロがたくさん出てきます。下ネタ、セックスとかもセクシャリティな言葉だったりとか、セクシャリティなシーンなんかも結構出てきたりするというところが、まあ、海外ドラマのような感じになってますよね。そして、まあ、エロ、暴言、暴力、マネー、デスゲームなどなど、もう海外の視聴者が大好きなコンテンツがもう盛りだくさんなんですね。まあ、そういう、要は今までのカンドラとは違う、まあ、イカゲームとかもね、そうでしたけども、世界の方に共感されるにはですね、やっぱりラブコメとかじゃなかなか分かってもらえないんですよ。やっぱりそれはアジアの人が大好きではあるんですけども、やっぱり欧米だったりとかヨーロッパの人ってやっぱりアクション、サスペンスとか、デスゲームとか、めちゃめちゃそういうハラハラドキドキ系のね、展開が早いものっていうのを本当に大好きなんで、これが盛りだくさんになられてるのが、まあ、ペーパーハウスコリアということで、まあ、そこも完璧な、ドラマだったんじゃないかなと僕が思ってます。そして今までのね、ペーパーハウスではですね、まあ、スペインの、現代なんで、仮面は、ダリーかね、サルバトレ・ダリーの、仮面か作品なんかをこう、なんかつけてるんですけど、今回のペーパーハウスコリアではですね、まあ、韓国の伝統工芸である、カピタルというね、こう白のお面をこう、被っているというところが、まあ、特徴でもあります。その他にですね、初っ端のね、シーズン1の、第1話でですね、いきなり BTS の、DNA の楽曲からスタートして、チョン・ジョンソさんが踊るところから、まあ、スタートするというところも、まあ、見どころでもありますよね。世界中で最も大人気であるアーティスト、BTS が、というか、まあ、曲が出てきて、まあ、DNA、それをこう、もじって、まあ、チョン・ジョンソさんが、まあ、ファンクラブ名がアーミーというんですけど、まあ、その、本当のアーミー軍隊に入って訓練をするというか、まあ、強くなっていくというところから始まって、教授と出会ってストーリーが始まっていくという流れのドラマになっているというところも、まあ、要は本当にね、今流行りのコンテンツだったりとか、海外の方が受けるたくさんのテーマとかにが盛りだくさんになっているドラマということで、僕は大人気になったんじゃないかなと言われてます。これ第2のイカゲームと言われてるぐらい今世界中を賑わしているドラマになりますので、これ多分シーズン2も、まあ、イカゲームもシーズン2この下半期か来年ぐらいに出ると言われているんですけども、まあ、それに匹敵するようなペーパーハウスコリア、ぜひまだ見てない人はこの機会に見ていただきたいなというふうに思います。韓国ドラマがお好きじゃない人も展開早い海外ドラマのような感じで見れる、しかも6話、1時間の6話しかないんで、ぷぷぷっとすぐ見れちゃうドラマだと思いますので、映像もネットフリックスも本当に綺麗だし、めちゃめちゃ制作費がかかっているドラマになりますので、見てて飽きない、演出、ライティング、背景、ロケーション、そしてキャストになってますので、ぜひまだ見てない人はこの機会に見てみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。アンニョン。